こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。私はたまに抽象画っぽい絵の中に抽象的じゃないモチーフの面で見てわかる人とか動物とかそういうのですね、そういうものを描くことが結構あります。で、今日は抽象的な絵を先に描いて、それからモチーフを加えていくという描き方をしていこうと思います。もう十分抽象的なものが入ったので、ここに具象的なモチーフを加えていこうと思います。絵が完成しました。タイトルは魚を見る猫です。で、なんか描くときなんですけど、絵をデザインするって感じで、あとバランスとか構成とかそういうの考えるんで、抽象画を描くような感じにも似てると思うんですね。まあ抽象画素晴らしいと思うんですけど、まあ、個人的な思考で、まあ、抽象的プラスなんか具象的なものが入ってる方が見ていて楽しいと思うので、自分でもそういう絵を描きたいと思って描いています。ということで、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。